6年生ながら開催3日目予選最終日の攻防、終盤戦好カードが続いています。第9レースは予選特賞です。なおこのレースも安定版を使用、中間短縮本番レース1周 1200m で行います。対戦メンバーは1号艇東郷隆一、2号艇中島渉、3号艇吉田宗弘、4号艇山口洋、5号艇野間大輝、6号艇増田進、以上の6選手です。コーナー近辺 7.50 のところで渡辺浅見、先ほど走り終えた当時、この辺りが並んだ状態です。インディカメルの1号艇東郷隆一です。人気の候補のいい戦、前半戦無念のポイントダウンとなってしまいました。2コース2号艇の中島渉、こちらも前半戦は5着とポイントが下がっています。3コース3号艇吉田宗弘、前半3着、ここ1着 7.4 で結果し、4コースなどは4号艇山口洋、前半勝っています、ここも勝つと 7.6、 5コース5号艇野間大輝、6コースからの差しで1レースを勝っています。6コースは6号艇増田進です。幕張3対3です。内から1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。内側の方で1号艇方を2号艇に行きます。スタートは前提正常です。トップで交互2番手吉田、そして3番手5号艇の野間が行く。狭いところを入ってきたのは2号艇の中島、手がバタンバタンとしながらも3番手争いが続きそう。レースは最終周回です。3番手ストップ方向の中島、1号艇候補2番手は3号艇吉田、3番手2号艇中島、先手を取るも切り込んできました。鋭くそっと5号艇の野間が3番手優勢で最後の直線、先頭1番候補五輪、3番吉田五輪、5番野間五輪、後ろ2番五輪。1番、3番、5番、1030円以上でございます。